はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、動画を使った勉強法3つの注意点ということでお伝えしたいと思います。あるお客さんから、動画を使った勉強法ってどうやったらいいんですかっていうようなご質問いただいたんですね。で、まあ、実際私動画たくさん出しているんですけれども、受講者さんにはあまり動画は見ないでくださいっていうふうに言ってるんですよ。で、それはなぜかというと、今からお伝えをする 1,2,3 これをやらなければいけないので、相当非効率な勉強になっちゃうんですね。勉強時間がすごくたくさんある、毎日5時間以上勉強できるという方であれば動画学習非常に有効なんですけれども、まあおおよそ弊社の受講者さん含めて、まあ仕事をされていたりとか家事をしたりとか介護をしたり、まあそういった何かをして、で空いた時間で勉強するっていう方が多いんですね。でそうなってくると動画学習っていうものはすごく時間を使ってしまうので、1回で合格しようっていう方にはなかなか向かないんですね。3年後ぐらいを目標にして3年間勉強するっていうような感じで勉強をやるというのであれば、動画学習1日例えば1時間2時間ぐらいで3年間やり続けるっていうのもありかもしれないんですけども、そうじゃなくて1日2時間ぐらいの勉強で1年で合格するんだというのであれば、なかなか動画学習って使い勝手悪いんですね。まあ、ただそれでも動画学習をしたいという方には、今からお伝えをする3つこれを注意しながら勉強していただければと思います。で、まず1つ目、集中していない。これおおよそ動画学習する方ってながら学習、何々をしながら動画を見る、例えば運転をしながら、まあ、動画を見るというか動画を聞くですよね。ウォーキングしながら、散歩をしながら動画を見る、電車に乗りながら動画を見る、まあ、つまり通勤時間で動画を見るってことですよね。つまり何々をしながら動画を見るという方多いと思います。で、そうするとこれもちろん勉強した気持ちにはなるんですよね。これ血が抜けてますね。勉強した気持ちにはなる。でも実際この動画を見終わった後に勉強した内容、じゃあ自分でノートに取ってみてください、思い出してくださいって、もしやった場合、多くの方がほぼほぼ覚えてないんですよ。つまり勉強した気持ちになっているけれども、結局は集中できていない場合が多いんですね。何かをしながらだから。そうなってくると動画学習したはいいけれども、結局ほぼほぼ頭に残っていない、勉強していないのと同じみたいな場合が非常に多いです。なので絶対に意識してほしいことがあって、それは何々をしながらであったとしても勉強しているっていう意識を持ってほしいんですね。今は勉強してるんだ、これを覚えようとしてるんだ、ここを理解しようとしてるんだっていう意識を持ちながらやってほしいんですよ。で、そうなってくると何々をしながらだとなかなかこれできないんですよね。まあ散歩ぐらいであればいいかなと思うんですけども、散歩でもやっぱり動画を見ながらだと歩きスマホになって危ないですし、ましてや運転ってなってくるともっと危ないんですよね。運転の場合は運転に集中しなきゃいけないのに、動画の方に集中しちゃったらこれ事故しちゃうわけなので、あまりおすすめはできないんですね。まあ通勤電車ぐらいだったらいいと思います。通勤電車であればこの勉強している意識って持てると思うんですよね。今の動画のこの部分覚えようみたいな感じで、意識できるので、まあ、そういった場合は使えると思います。で、2つ目、これメモを取らない方って意外と多いんですよ。これは動画を見るだけで勉強した気持ちになる、これ繋がってくるんですけども、結局メモ取らないともうすぐ忘れちゃうんですね。で、取っていないからまた、あれ、なんかあそこの動画で見たことあるな、勉強したことあるなと思ったらまた探して、で、また動画を見ないといけないと。もうすごく非効率なんですね。なので、動画を見ながらメモを取ってほしいんです。これどういったところをメモを取るかっていうと、テキストとか解説とかに載っていない部分ですね。載っているものは書く必要ありません。載っているからそこに。載っていないからメモを取るわけですね。つまり補足的な知識みたいな感じでメモを取っていく。そうすれば、それを見るだけで、そのメモを見るだけで動画って見直さなくてもいいですよね。なので若干効率的にはなるということなんですね。ただ、一番でもお伝えをした通勤電車の方、立ってね、こう動画を見てるってなってくると、これメモ取れないわけですよ。なので、なかなか難しいかなって思うんですよね。もちろん一旦ストップしていただいて、スマホのメモ帳なんかでメモするっていうやり方あるんですけども、まあ、
大体の人がそれめんどくさいってことになってやらなくなっちゃう。で、結果的には、まあ一番、できて一番だけになっちゃって、あまり効率的な勉強ができないっていう場合が多いので、まあ注意はしていただきたい部分ですね。やるのであれば、やっぱり、やった分だけの効果って欲しいじゃないですか。であれば、ぜひメモ取っていただければと思います。で、続いて3つ目。実践しないっていう方ですね。これは、まあ動画って大体講義が多いんですよ。で、問題じゃないんですよね。だから問題は自分自身で解くっていうことをやらなきゃいけない。問題文を自分で読んで、問題文理解して、あ、これについてはこのルール使ったらいいなって答えを自分自身で導くっていうところまでやってほしいんですね。おそらくやっていただくとわかるのが、大体解けないんですよ。勉強した部分を問題で解こうとしているけれども、解けないっていう方多いと思います。実際私もそうでした。でもそこで新たな発見だったりとか、復習ができるわけですね。なんでぜひですね、問題もその後動画を見た後、解いていただければと思います。なんでこの3つっていうのは全てやっていただきたいんですよ。1つだけっていうのでは、あまり実力って上がってこないんですね。なので、もう3つ、全て行うぐらいの気持ちでやっていただきたいです。で、そうなってくるとやっぱりながら学習だと、なかなかできないんですよね。だから自分がいつも勉強している場所で、落ち着いた気持ちで動画を見ながらこれをやるっていうのであれば効果は上がってくると思います。ただ、初めにもお伝えをした通り、それだとすごく時間がかかっちゃうんですね。動画で例えば5分ぐらいの内容っていうのは文字にするとおそらく1分ぐらいで、まあ、読めると思うんですよ。そうなってくると5倍違うんですよね。文字で勉強していた方のが5倍効率がいいんです。で、さらには自分自身で文字を読むってことをやるので読解力もつくんですね。なので私は文字を読む方をおすすめしております。ただそれでもやはり動画を学習やりたいという方いると思いますので、そういった方はこの3つですね、注意しながら勉強を進めていっていただければと思います。やるからにはぜひ合格していただきたいので、ぜひ実践してみてください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。